東海地方は今日も岐阜県多治見市で 37.6 度など、各地で35度を超える猛暑日となり、愛知県では熱中症警戒アラートが出されました。明日も各地で暑くなる見込みで、予想最高気温は岐阜で34度、名古屋で33度などと予想されています。一方、沖縄県付近をゆっくり進む台風6号は、あさって以降九州に近づく見込みで、今朝、三重県尾鷲市の漁港では漁船を固定するなど台風への備えが進められました。東海地方では大気の状態が不安定となっていて、明日午後6時までに予想される降水量は、多いところで三重で150ミリ、愛知で80ミリなどとなっています。気象台は、うねりを伴った高波や河川の増水などに警戒を呼びかけています。